ピザって10回言ってみて。ピザ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 。じゃあここはバイオズ。ねえググル、ピザって10回言ってみて。ピザ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 。私ピザといえばサンドイッチマンのピザの出前ネタが好きなんです。そんなことまで聞かれてませんでしたね。てえ、やだ、何こいつかわいい。はい、こんにちは、天野です。この間 iPhone X のケースの、まあ、総集編の動画を作りましたが、まあ、コメントでね、いろいろいただきましてありがとうございます。今回もですね、ある商品を紹介したいと思います。それがこちらです。うん、はい、こちらなんですけども、シュピゲンの、バンパーケースですね。ネオハイブリッド EX という商品でございます。まあ、シュピゲンはね、僕は過去にね、とんでもない商品をちょっと掴まされたので、すごいトラウマになって、もう二度と買うもんかって思ってたんですけど、まあ、今回はですね、こちらのネオハイブリッド EX の方を、まあ、レビューしてほしいとコメントをいただきましたので、そのトラウマをね、払拭するべく、購入してみました。それではね、こいつを早速レビューしていきたいと思います。はいはい、はい、それでは早速見ていきましょう。まあ、シュピゲンといえばね、非常にたくさんのね、ケースを取り扱っております。 iPhone だけじゃなくてね、ギャラクシーだとかその他のスマホのね、ケースもたくさん扱ってて、まあ、品数だけやったらね、ほんまにトップブランドかなと思うんですけども、はい、こちらが、中身でございます。まずバンパーケースがね、バンパーケースっていうの僕初めてなんですよね。はい、こちらがバンパーですね。まあ、外枠ですね。柔らかい。何これ。あ、なんだこれ、この二重になってますね。ほい。で、こちらの中身が、これは保護フィルムなのかな。なんだこれは。あ、保護フィルムがちゃんとついてるわけですね。で、こちら背面の方も保護フィルムがついてますね。あ、なるほどね。はい、中身なんですが、まずは外枠ですね。バンパー部分と、フィルムがね、前と後ろついてます。これはガラスじゃないですね、普通の保護フィルムですね。で、布で、こちらがガラスリムバスケットで、これは何すかね。で、なんかのシールです。で、説明書がね、英語なのでちょっと分かりづらいんですよね。あ、分かった分かった。これは保護フィルムを合わせるためのシールですね。はい、まあこんな感じですね。それでは早速ね、ちょっと取り付けてみたいと思います。シール貼ってみましょうかね。これ先に貼らんとあかんみたいですね、シールは。ただ僕前面はね、ちょっとガラスフィルム貼ってるんで、ちょっとね、背面だけつけてみたいと思います。はい、こちらが背面のシールですね。こういう感じに貼るわけか。なるほどね。で、この丸シールでちょっと角あたりをこうやって貼り付けて、んで、ちょっとフィルムがね、動かないように固定します。多分、はい、こんな感じです。わかりますかね。カメラの部分にぴったり開けると結構下の方が開くんで、ちょっとカメラからね、ここも開けた方が、まあ、全体的に綺麗に中心に来るような感じですね。はい、で、この丸シールでちょっと固定してから、こちらのバック部分を外していきます。はい、こんな感じで保護フィルムを貼りました。気泡がちょっとできますけど、あ、まあ全然抜けますね。気泡は綺麗に抜けていきそうです。はい、こんな感じで保護フィルムを貼ってから、こちらのバンパーケースを取り付けていきます。ちょっとね、取り付けにはコツがいりそうですね。パチッとこうはめていかないといけません。バンパーの方、はい、こちらの方装着してみましたんで、全体的に見ていきます。はい、まずサイズ感なんですけども、結構ね、サイド厚めに覆ってますんで、やっぱり全体的なね、握り心地はかなり大きくなるかなっていう感じです。はい、まあね、バンパーだけで保護するんで、やっぱりね、丈夫に作られてるような感じですね。で、このね、
まあ、メタリックな感じの TPU の部分と、透明なポリカーボネートで二重構造になってます。まあ、ここでね、がっちり、まあ、守って、このポリカーボネートで、まあ、衝撃をちょっと吸収するような感じなんですかね。で、ボタンのところなんですけど、結構掘り込みやっぱり深くなってますね。うん、あ、このね、ちょっとミュートスイッチ、ミュートのこのスイッチは、ちょっと親指だけでやるのはね、難しいかなっていうぐらい、ここ、掘り深くなってます。で、ボタンの部分は、ポリカーボネートで覆われてるんですけど、まあ、押し心地はね、ちょっと気持ち硬いかなっていうぐらいで、全然わ、まあ、悪くはないですね。辛くはない。はい。デザインはね、iPhone X と、まあ、同じように、まあ、外側がね、こういうメタリック調になって、このサイドの下部に、まあ、シュピゲンというブランドが彫ってあります。こんな感じですね。で、底面は、まあ、スピーカー部分と USB ライトニングの部分をくり抜いていますね。こちらも結構彫りは深くなってます。で、背面、表面なんですけど、まず背面から、やっぱりね、ここのサイドが浮いてて、まあ、直接こう落ちてもね、本体のこの平らな部分が、まあ、傷つかないようになってますね。画面部分も同じ。ちょっとだけポコってこう高くなってますので、まあ、こういった平らなとことかやったらね、画面に直接ダメージが及ばないようになってますね。うん、なるほどね。やっぱりスタイリッシュはスタイリッシュですね。厚みが増すのがサイドだけで、本体部分の厚みは変わらないっていうところですね。うん、これは素晴らしい。はい。まあやっぱりスタイリッシュはスタイリッシュですね。本体のデザインがね、かなり見えますので、気軽にちょっと保護をしたいっていう感じやったら全然いいじゃないですかね。お値段も1790円とかなりリーズナブルなんで、うん、ケース以外での保護ってなったらこれいいかもしれませんね。まあやるやん、シュピゲンさん。前回はほんまなんかうんちみたいな商品やったんですけど、うん、まあ悪くはないね。はい、というわけでシュピゲンさんのバンカータイプのケース、ネオハイブリッド EX こちらを装着してみましたが、まあ、感想を言いたいと思います。見た目はねかっこいいっすね。うん、なんかもう全然 iPhone X のデザインをもう崩さずにつけれるっていうのはこれ素晴らしいですね。ちょっと僕バンカーケースがね初めてやったんですけども、いや悪くないっすね。うん、新しい発見っていう感じです。個人的にはこの背面フィルムがかなり気に入りました。あの背面のねガラスフィルムもあるんですけど、なんかね背面のガラスフィルムだけ貼ると結構ね、あの厚みがあるからボコって目立つんですよね。うん、このフィルムかなり薄くて、で傷とか指紋にもねかなり強い感じなんですよ、今触ってたら。やっぱこれはかなりいいんじゃないかなと思います。なんなら僕このフィルムだけ欲しいぐらいです。やっぱりね、全体的なその握り心地はやっぱりアップしてしまいますね。かなり厚く作り込んでますので。でもこのサイドのね、メタリック調の部分も、あの iPhone X本体の、まあ、ステンレスと同じなのでね、見た感じは本当に同じような感覚で使えるので、この iPhone 本体の、まあ、機能性と、まああとは握り心地ですかね。そちらを重視する方。で、まあ確かにね、こう iPhone 落とすと、パンとこう、平らな面でこう落とすよりはやっぱりこう持っててスルッと落としてこの角とかをねぶつける方が確かに落とすときは確率としては高いと思いますので、こういったねサイドを重点的に保護されてたら、まあ本体にね大きな損傷はないんじゃないかなっていうイメージはあります。いや実際使ってみると、いやいいじゃんいいじゃんね、あのちょっと前の動画でね、あのかなりシュピゲンさんのひどい商品が届いたので、もう二度と買うかこの野郎と思ってたんですけど、いやーすごいですね。まあ、1700円台でね、リーズナブルに買えるというので、まあ、全世界でもね、300万個売れてるみたいです。ね、すごいですね、300万個。新しい発見。はい、こんな感じです。まあ、以上、シュピゲンさんの、ちょっとバンカーケース試してみましたが、まあ、クオリティは悪くないですけども、僕個人としては、やっぱりこの TPU と、なんて言うんやろう、この、まあ、ポリカーボネートの部分ですかね、この透明な枠の部分が、やっぱりちょっとね、なんかシリコンとかゴムっぽいので、うん、ちょっとね、やっぱりチープな印象が抜けません。はい、なのでめちゃめちゃこだわり強い方にはあまりおすすめできませんけども、まあ比較的ね、安く、で iPhone X のデザインを十分に楽しみたいという方にはかなりおすすめできるんじゃないですかね。参考になりましたら、チャンネル登録と高評価の方ぜひお願いいたします。
それでは本日はこの辺でバイオッツ。